16です。それで、なんだろう。あ、そうそう。ABC が、N 次元ベクトルですね。それで、これ別に A と B 平行じゃなくても大丈夫です。難しく感じたら平行だと思ってやってくれてもいいですよ。で何かというと V0 が L でイメージしてほしいのはもちろんこの場合なんですけど、ここに C があるのね。もちろん C もこの LAB に入ってくれてもいいし、AB が平行になくても大丈夫です。定義は大丈夫です。で何かというと 何やるの？C-V0 が LAB に垂直なのね。でそれで W0 が LAB に入ってて、C-W0 も LAB と垂直にしましょう。そしたら V0 も W0 も等しくなっちゃいます。これ直交斜辺の一位性です。これが存在はまだ存在示せないんですけど、存在はやっぱり面倒くさいんですよね。本当言うと存在はちょっと面倒くさくて、これ一位性だけです。あったら存在も実はその A と B が平行であるとか、この次元で分けて倍だけすれば一番いいのかな。その他そうじゃない場合もいろいろできますけど、いろいろ存在はちょっと面倒くさいって言いたいだけです。そしたらただしこの定義を満たすものが2つあったら1つしかないってことが証明できます。存在あいいかな存在は別平行ないのはもうみんなよく知ってますね。あとでまた少しコメントするけど、それでどうやってやるんだっけ、ちょっと待って、大変なの。どうやってやればいいの。じゃあ回答通りやるとして、アルファ属する L にもうちょっと大変だから LAB をM にしますね。でそしたらこれC-V0 アルファも C-W0 アルファも0になりますね。これ垂直だってことですね。これとこれですね。これ2のアルファですよ。に注意します。でそしたらV0 マイナス W0 でなんだっけ、 V0 マイナス W0 アルファにしますか。これC マイちょっとこれこう変形できますね。この C と C 消えてマイナスマイナスで、マイナス W0 じゃなくて、マイナスとマイナスでプラス W0 になりますからね。でそしたらこれ分けると
C-W0α-C-0α で、これ0ですね。これもこれもこれも0だから。で、アルファとして V0-W0 をとしますね。もちろんこれ L です。ここにありますけど、V0 も W0 も L に入ってますから、で何が出ます？V0-W0、Vα、ここね、ここに代入します。ここに代入します。そしたら、これが0なんでしょ？この0は、この0、これですよ。で、これ何かというと、V0-W0 なんで、したがって V0 イコール W0 が出ちゃいます。まあ、ちょっとこれはなかなか難しいかもしれませんね。存在はまあどうやってやるんだろう。存在はなんか今思いつくのは、A と B が平行ないとか、平行な場合とか、なんかいろいろ場合分けしていけば、それなりにいろんなことを教えてきましたから全部対応できますね。まあそれが一番楽かな。そうじゃないのはちょっと何があるかな。まあそれは本当は大事なことなんですけど、実はの一番簡単な場合なんですけど、まあ、これはこれぐらいにしましょう。